とるんやからチャンネル始まるよ。どうぞ。教えて坂先生のコーナー。それでは今日のお題いってみましょう。どうぞ。はい、今回はですね、皆さんが見ているこちら、そう、 YouTube です。はい、この YouTube の、まあ、歴史をですね、ちょっと紐解いていきたいと思います。これ意外にね、知らない人もたくさんいらっしゃると思いますが、ただね、日頃 YouTube を見てるだけではなくて、あ、 YouTube ってこういう風にできたのかとか、まあね、ちょっと豆知識で、あ、 YouTube ってこういう風なことになってるのかっていうのを知ってもらえたらなと、はい、思って調べてみました。で、まずですね、 YouTube ができたのがいつかと言いますと、2005年の2月に設立となっております。で、これね、できてからですね、まあ、場所はアメリカカリフォルニア州のサンブルーノというところでできました。で、こちらができてからですね、まあ、1年後すぐなんですけど、2006年に Google が所有者として、はい、なっております。最初できた時はですね、3人のですね、外国人の方が作ってるんですけど、そちらの方名前はですね、割愛させていただいてますが、気になる方はですね、調べてもらえればすぐですね、誰が作ったのかっていうのが出てきます。で、こちら今ですね、現時点でですね、 YouTube のユーザーなんですけど、ユーザー数がですね、20億人以上とされております。はい。で、まあ、世界の、ね、人口、まあ、大体4分の1ぐらいの方はですね、見てるということになりますので、かなりのですね、利用者数がこういるということになります。はい。で、対応言語なんですが、対応言語はですね、76言語ね、はい、かなりの数ですね。これバーって見たんですけど、まあ、結構な数の、ね、言語、まあ、もちろんこの僕たちが今喋ってる日本語とかですね、まあ、世界共通語の英語だったり中国語だったり韓国語だったりね、それ以外の、ね、いろんな言葉でですね、対応してますんで、かなりね、広い、もう本当世界中の人が見てるっていう枠でですね、言語の方を対応してます。で、これきっかけなんですけど、きっかけがですね、この設立した人いるんですけど、が、まあ、2通りのことを言ってます。で、1つがですね、ホームパーティーの動画を撮ったときに、共通のね、ネットを使っての共通の動画っていうのが、できなかったっていうことで、こちらの方を作るというふうになりました。で、もう1つがですね、これはまた別の人が、3人のうちの1人、別の人が言ってるんですけど、2004年のですね、まあ、できる1年前ですね、はい、2004年のジャネット・ジャクソンの時のハプニングとかですね、あとスマトラ島沖地震の時の、画像を検索したら、すぐに見つからなかったっていうことで、まあ、そのみんなが画像が共有できるようなところを作りたいというところで、こちらの方ね、案が上がったというふうになっております。で、次にですね、最初の動画は誰が投稿したかと言いますと、ジュード・カムリ、これがね、YouTube 設立のうちの一人の方なんですけど、この人が2005年の4月に、はい、自分が写っている動物園の画像を、はい、投稿してます。で、題名が Me at the Zoo というね、名前で、一番最初に動画を投稿しています。で、次に、結構ね、人気の指針となってます、100万再生、ね、よく聞きますよね、YouTube だと。はい、これ、一番最初に達成したのが、2005年の11月、ロナウジーニョのナイキの広告動画、これがね、一番最初に100万回再生を達成した、動画となっております。これも多分調べればね、すぐ見れると思いますので、気になる方は調べてみてください。で、あとですね、公式。まあ、その試作があって公式、まあ、みんなに発表されるんですけど、一番最初に公式発表されたのが2005年の12月15日となっておりますので、まあ、この2つはですね、公式発表、まあ、公式的に発表される前に投稿されている分になります。で、2005年の12月15日公式発表されて、2006年の7月、まあ、大体半年ぐらいですね、半年ぐらいで1日6万5000本投稿で、1日1億回再生というのを達成しております。かなりの、ね、スピードだと思います、これは。
で実際ねどれぐらいのあの頻度でですね、投稿数とかが上がってきたかっていうと、調べるとですね、動画投稿時間なんですけど、2011年の5月に毎分、要は 1分ですね、1分に48時間投稿されてます。48時間分の動画が1分間に 毎分どん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 投稿されていってます。で2012年の1月に、これが毎分60時間になります。でその翌年のですね、2013年の5月には100時間、毎分1分間に100時間の投稿時間がどん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 増えていくんですね。で、その翌年2014年の11月には、毎分300時間、で次、3年後にちょっと伸びる、ここら辺が間空くんですけど、2017年の2月には毎分400時間っていう風な投稿時間が増えていて、今現時点2020年は毎分1分間ですね、この今僕喋ってる時間とかあるんですけど、この1分間に500時間分の動画が世界中から投稿されているという風になっておりますんで、かなりのね、やっぱ20億人いますんで、この中にね、撮って送ってる人とかもいると思うんですけど、その人たちがかなりのですね、頻度で、投稿時間を、まあ、どん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 投稿するの、動画を送っているっていうふうになります。で、あとね、気になるのがね、まあ、下にも書いてるんですけど、 YouTube による世界への影響、まあ、要するに世間への影響ですね、これ結構問題になってると思います。で、どういうところで問題になってるかというと、まあ僕がよくテレビで見るのは迷惑動画、はい、一時期ねありましたよね、コンビニの冷蔵庫に入ってみたりとか、ね、飲食店のテーブルの上で寝そべってみたりとか、でここ最近だとですね、にかかって、まあ、た人がいるんですけど、 YouTuber で、で名前はちょっと言わないんですけど、その人がね、スーパーマーケットで会計前の刺身を買って食べて、刺身の空っぽだけお金を払ってる動画っていうのが上がってたんですけど、ね、そういうね、迷惑系の YouTuber の人たちがやっぱり犯罪ギリギリだったりとか、実際はまあ犯罪だったりとか、ね、そういうところで、動画を上げてるところとかですね、あとまあ別で言うとね、告発系の動画ですね、まあアメリカとかでよくテレビでやってるのは、白人の警察官が何もやってない黒人に無理やり銃突きつけてで暴行したりとかするっていうか、はい、これちょっと前にね、ニュースとかでもかなり上がってましたけど、そういうねところの動画を、YouTube にアップしてたりとかして、まあ、世の中に言っても握りつぶされてしまいそうなことを世界中に発信しても握りつぶされないような発信の元として使っているケースもありますんで、まあ、いいも悪く、良くも悪くもですね、 YouTube っていうのは、まあ、世界に、ね、多大な影響を与えてるなっていうのを感じます。で次にですね、YouTuber の、まあ、なる条件なんですけど、はい、これ子供が憧れ職業ですね、かなり上位に入ってくる YouTuber の、なる条件で簡単です。最初はね、登録して動画をアップロードすればその時点で YouTuber にはなれます。ただし子供が憧れるような日本のですね、まあ、上の方にいらっしゃる方々ですね、はい、こういう人たちになるためにはもっと厳しい条件がついてきます。はい、要はプロの YouTuber になるためにはどうしたらいいかっていうことなんですけど、はい、プロの YouTuber になるためには YouTube のパートナープログラムに登録しないといけません。でこのねパートナープログラムに登録した後に厳しい審査があります。でそれがですね、チャンネルのですね登録者数や、1年以内のね動画の再生数っていうのを見られます。でどういうところかって言いますと、1年以内の動画の総再生時間が4000時間を超えてないといけません。でそれプラス、はい、チャンネル登録者数が1000人以上いないと、こちらですね、YouTube パートナープログラムっていうのに、まあ、参加することができませんので、お金ももらうことができません、はい、皆さんが思うプロの YouTuber になることができないようになってます。でさらにですね、まあ、言えばですね、これが途中でまあ1年以内のこの条件がまあ満たされなくなった場合、要は下がってしまった場合ですね、もうもちろん契約も解除されますんで、そこら辺も結構ね、日々皆さん頑張って登録者数や、動画再生回数を稼いでいるというふうになってます。で、まあ、困難が、まあ、あるので、どうしても再生回数が欲しくて
さっき言ったね、あの YouTube による世界の影響で、まあ、迷惑系とかですね、そういうところが増えてきたりするんではないかなと思います。はい、ぜひね、あの登録者数とかもすごい大事だと思うんですけど、どうせ稼ぐなら正々堂々と、まあ、楽しいことでですね、皆さん YouTube の再生回数や登録者数を増やしていただければなと、はい、思います。はい、これにてですね、YouTube の歴史を終わりたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。やからチャンネル、ご意見、ご要望はコメントコーナーまでよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、いいねも、評価もよろしくお願いします。